ちょっと他のナチ絡みのオカルトもちょっと簡単にちょっと洗ってみたいんですけど、うん、まあ、一番よく言われるのって、うん、空と円盤を作ってるのはナチっていう話ですね、うんうん、どんなふうに受け止め、どんなふうに受け止めてたんですかって聞くのがいいな。でも昔からありますよね、これね。あ、まあ、昔でも、まあ、うん、もちろん戦後ですけどね、戦後というか第二次世界大戦後ですけどね、はい、まあ、まあ、だから一つには、ナチはやっぱり、まあ、軍事技術、科学技術の方ではね、かなり、うん、先手に行ったことは間違いないわけで、実際にロケット技術ですね、その V1、V2 作ってて、そのロケット技術においては、世界最先端を投じてたわけで、だから当然、非常に優れたテクノロジーを持ってるという、こういうイメージっていうのは、まず戦後あって、はい、それ結構ね、うん、今の若い人にもちゃんと伝わるってるんですよね。うん、まあ、ジョジョの奇妙な冒険っていう有名な漫画があるんですけど、うん、その中であるキャラクターが、うん、あれナチのね、ナチの軍人かなんかが出てきて、うん、突然ナチの科学技術は世界一って言うんですけど、これみんなね引用するんですよね。でもジョジョってだいぶ前じゃないですかそれ。あのジョジョの奇妙な冒険の連載が始まったのは実は80年代で、でしょ、古いでしょ、もうそれ僕の学生の時なんですけど、あの今の学生も言うと分かるっていう。あ、そうなの。だジョジョってすごいんですよ。あ、そうですか。まあ、それのおかげで、いまだにナチの、あの科学技術妄想というのは、うん、都市伝説的にこう、うん、あ、まあ、今でもね、結構それ人気あるわけですよね。で、うん、一方で、だからそういう、科学技術がすごかったっていうのがあると、でもう一つ、科学者たちの、一部は、だから、ソ連、それから、アメリカで、まあ、分取り合戦というかですね持っていかないんだけど、一方で、まあ、あの残党の一部は南米とか逃げていきますよね。だからそれ要するに、ナチはまだ今も生きてるっていう、そういう、まあ、これは現実、一部現実の本当のゲートでもあって、まあ、それがまだ講じてくると、ヒトラーは今も生きてるとかそういうような話になるんだけど、まあ、そういうのもあると。で、一方でそのナチとオカルトがあると、でこの3つが結びつくと、じゃあナチの残党が、南極で円盤作ってるというのを、まあ、よく考えたら、あの出てきても不思議じゃないかということですね。そうですね。あの僕はその学生の時に、あの、落合信彦さんという人がいてですね、はいはい、この人があの20世紀最後の真実っていう、はいはい、あのノンフィクション本を出してて、はいはい、でこれ結構売れてたんですよね、はいはい、でそれでその今先生が言われた方を、はい、南米でね、はい、やらかしてるぞと、はい、で証拠写真もあるぞと、はい、いうあの本があって、はい、それでそこになんかね、あのドイツのどっかの秘密基地、うん、そこで、あの連合軍が入って押さえた書類の中に、どう見ても円盤としか空飛ぶ円盤としか思えないケースがあるっていう、があるっていうね。でもあれは確かにね、ちょっと僕もグラッときました、ね、いや高橋さんグラッときやすい来やすい人だから、グラッときやすいんだけど、来やすいけど、円盤型の飛行機っていうのは、だからそういう発想はその昔からあるわけでね。だからまあその、あり得たでしょうね、それ自体が、ね、そうなんでしょうね。ただそれが空飛ぶ円盤かどうかはまあ別問題で、はい、ですから、ね、はい、っていうね、あのいわゆる UFO 妄想とナチはやっぱ結びつくし、それとあとね、あのこれもひょっとしたら広めたの落合信彦さんかもしれないんだけど、ラストバタリオンっていう言葉があって、ヒトラーがもう対戦、もう負ける、やばいっていう時に、何かのラジオ演説で、我々にはまだラストバタリオンがあるみたいな、最後の部隊が、最後の大隊みたいなね、あの言葉らしいんですけど言って、でこれがなんかこう後々最後の大隊の意味合いがだんだんこう転じてきて、いやナチはこう最後の戦いのために不死の兵士たちを作っていたっていう、不死のソルジャーたちのがこう人造人間的なものが開発されているっていう、でそこからまあどっちが先なのかな、あのこう超兵器妄想みたいなものになも生まれてくるんですよね。だから実際でもナチはオカルト的なパワーを求めてチベットとかね、ああいうところに行ってたっていうの調査してたっていうのもそうなんですか、あれは。いや、あのチベットにあの、調査隊を送ってるのは実はですね、あの幹部の中に特にあの日村がですね、日村ってあれですね、 SS の、そう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 、だからナンバー2ですよ、だからヒトラーの次に偉い人ですよ、この人がですね完全にあのオカルト大好き人間というか、この人だからオカルトというかニューエイジというかスピというか、そっち系の人でもあるわけなんで、つまり彼はその例えばあの
ハーブですね、あの薬草ね、うん、あれのもうあれなんかすごく信奉者だったんですね、あれのね、ハーブ、あーそっちの方のマニアだったんで、うん、だから例外的に彼の管轄する部署ではですね、かなりオカルト的なものは許されたんですね、うん、だからナチ の政治体制としてはそのオカルトなんて論外なんですよ、もちろんだからそれは誤解したいんですけど、政治体制としてはそんなもん基本的にオカルトなんかダメ、あだからあれですね、うんまあ、これも権力によくあることだけど、うんうんうん、権力を奪取する前はオカルト的なものが濃厚にあったんだけど、うんうん、自分たちが権力を握って社会を統治する側に回ると、うんうんうん、これバカなこと言ってんじゃないっていうことになるわけですね。まあ単純に言えばそうですね。そうですね。単純に言えば。ただし、日村はすごいそのスピ系、うん、今でいうスピ系のとこもあるんだけど、一方で完全にもっとやばいオカルト系の人でもあって、つまり、うんうん、そのゲルマン民族のですね、思考性って、要するにアリア人種がもうその肉体的にもですね、うんうん、精神的にも一番世界で偉いんだと。うんうんうん、いうことを証明できるならどんどん援助しましょうということで、うん、怪しげな人が入り込んでくるわけですね、うんうんでまあ、もちろんこれはあのアーネン・エルベっていうですね、うん、これは祖先の遺産という意味なんですけど、要するにアリア人種アリア民族の遺産ということですけども、うん、その祖先の遺産という機関を彼が援助して作って、うん、そこの中にそういう怪しげな人たちがどんどんどん入り込んでくるわけですね、うんうんうんはい、でここでは実際にやってて、でそのアーネン・エルベの援助なんかでチベットには調査隊は送り込まれてます、うん、でこれなんかまあその、一番関心があったのはそのアーリア人種の元の、うん、発生者のどこかとかそういうことでしょうね、あ、うん、日村というのは確かに重要人物である、うん、それからまあその疑似科学の、もうかなり取り込んでるわけですね、だから一番有名なのはですね、地球っていうのはですね過去にですね、今月がお月様ありますよね、うん、このお月様っていうのはですねこれはもう何万目かのお月ですね、うん、過去に何回かですね地球に落ちてきてぶつかってですね、で大災厄が起こったと、ほうほうほう、でそれが何回か繰り返されてるんだと、で今の月は何番目かの月だと、そういう説なんですね、でこれがですね、例えばアトランティスとかと結びつくわけです、要するにアトランティス大陸が昔あってですね、これがまあ、滅びたことになってますけど、じゃあこの滅びた原因何かっていう時にですね月がですね、うん、空から起こしてきて大災厄が起きたと、その時にアトランティスも滅んだということなんですね、で話がややこしいんだけど、でアトランティスっていうのは実はこのナチイデオロギーにも入り込んでるわけです、つまりですね、うん、アトランティス大陸が、まあ、どこにあったかっていうのは、まあ、昔から小説あるんだけども、うん、そのナチの、思想担当部門でですね一番力があったローゼンベルクっていう人がですね、はい、20世紀の神話っていう本を書いてるんだけども、はい、この中でそのローゼンベルクっていう人はですね、アーリア人種のですねふるさとっていうのはですね、その北方にあったんだと、で北方からですね北極の方からこう世界に広がっていったんだと、うん、だからその全ての文明文化っていうのはですね、うん、アリア人種から発生したんだと、うん、こういうことを言うたはったわけですよ。あともう一つ、まあこれもねナチオカルトででかいのが、うんまあ、マッドサイエンティストがやっちゃってる狂った人体実験ですね。まあ有名なのがヨーゼフ・メンゲレっていうね、うん、あの、うん、アシュビッツの強制収容所にいた医者なんだけど、まあ、とんでもない実験をやっていたっていうことで、うんまあ、南米に逃げて、うん、で結局あのユダヤイスラエルのナチハンターたちがもうアイヒマンと同じぐらい絶対こいつだけは捕まえるっていうんで、うん、メンゲレ探したんだけど、うん、ついに捕まえられず南米で平和に寿命を全うしたみたいな人なんですよね、うんまあ、この辺がロールモデルになってうんまあ、この後、ね、あのお話しますけど、まあ、いろんな映画のネタになっていく、さまざまなナチス絡みのオカルトネタが出てきたんですけど、どんな風に映画でこうてか どんなしょうもない映画が作られてきたかっていうことをね、ちょっと2人でお話しできればと思います。まああのオカルトに限らず特にハリウッド映画は、戦争映画なんかそうですけど、まあ、ナチスがいたおかげでたくさん映画も作ることができたっていうのはもう圧倒的な真実としてあってですね、であのジャン・リュク・ゴダールなんかはあの結構本気かどうかはないけどあの、ハリウッドはナチに著作権料払わなきゃダメだって言ってますよね。ナチスオカルトネタで、まあ、数々の映画ありますけど、うん、ちょっと好きなものをこう上げていこうっていう、でちょっと内容に触れてちょっとネタバレとかに踏み込んじゃうことがあるかもしれませんけど、ちょっとそこはご了承ください。まあ、一番ですねあのポピュラーで誰でも知ってるんだったら、はいあのはいスピルバーグのね、レイダーズね、はいはい、レイダーズこれはもうあの、はい、別に暗い映画でもないし、うんまあ、冒険映画ですよね、うん、冒険そうですね、うん、先ほど話に出た、うんまあ、
日村、管轄下のグループだと思うんですけど、うん、超常的なパワーを求めて、うん、まあ、それがあの失われたアークですけど、うんうん、求めて、うん、まあ、ナチスの一行が、うん、これを発掘しようとしていると、うん、でそこで主人公のインディ・ジョーンズと、まあ、戦うというまあ、極めて明快な、冒険活劇ですけど、そうですね、これだからシリーズの第一作でもあるんですよね。そうです、そうですね、あのインディ・ジョーンズもんのね、うん、だからこれがまあ大ヒットして次々と、うん、2作3作作られてくるんですけども、はい、それから、やっぱし、レーダーズの3年前ですけども、ブラジルから来た少年っていうのがありまして、はいはいはい、ちょっとこれがネタバレになっちゃうんだけど、うん、まあ、結局これは旧ナチの人残党が、ヒトラーのクローンを作ろうとね、うん、そういう企むという話なんですね。だから、これはだから、これ結構当たりましたよね、これ、はい、うん、結構ヒットしましたね、はい、だからこれが78年なんで、だからレーダーズが81年だから、結構やっぱこの当時このネタ、この手のネタっていうのはやっぱし、うん、人気あったんでしょうね、はい、うん、まあ、ブラジルっていう、ブラジルから来たっていう、そう、あの、いうのも南米のね、南米ですね、うん、南米に実際にナチの残党は逃げ込んで、うん、そこで、無事に生涯を終えたやつもいるという、うん、そういう背景があるから、ある程度のリアリティはあるわけですよね、その背景的には ね、はい、で、あとこれもまあ割と、アイアンスカイっていう、そうですね、フィンランド映画、うん、これ2012年ですね、はい、新しいですね、まだ10年ちょっと前ね、そうですね、これなんかね、確か予告編っていうかティーサーっていうんですか、最初の設定みたいなのだけ作って、うん、それはあのナチがあのペーネミュンデみたいな秘密基地から、うん、あの空飛ぶ円盤で地球脱出していくっていう、うん、それで月にたどり着いてですね、うん、あのそこであの なぜかハーケンクロイツ型の秘密基地をね、月の裏側に作ってるんですよね、そこまでの映像をティーザーで流して、あの YouTube で流して、それでクラウドファンディングで、うん、あの制作資金を集めて、うん、完成させたっていう、月の裏側からナチが円盤で攻めてくるっていう、うん、あの素晴らしいアイデアなんですよね、うん、素晴らしいアイデアなんだけど、うん、評価としてはですね、なんか素晴らしいアイデアと、あの目も当てられない実行力みたいなあのそういうでこれ作った人って、あれフィンランドのなんかロックバンドの、ボーカリストかなんかでね、だから映画のでは素人なんですよね、だからね、うん、まあまあ、うん、あ、まあ、でも素人にしてはもう自主映画レベルじゃない、うんうん、しっかりした技術で、うん、ちゃんと、うん、作ってるんですけども、うん、これね、僕はあの映画の学校でもね、うん、あの教えてるんですけど、よく、うん、非常にワクワクさせる、まあ、つかみは OK な、うん、あの最初のティーザー見せた後、うん、まあ、時間がある時はこのアイアンスカイみんなにも見てもらって、うん、それでこれ何が問題だと思うみたいな、うん、なんでこんなに面白そうな企画がこんなにあの、まあ、イケてないねイケてないって言ってもあれですよ、すごいヒットして、あの次のね、うん、第三帝国の逆襲っていう続編も作られてるぐらいなんですけど、そう、続編できて、うん、まあね、あ、やっぱあのつかみが素晴らしいからみんな見に行ったんですよね、だからヒットしたんで、あの続編も生まれたと思うんですけど、なんであの納得いかないんだろうね、うん、みたいな、言ってしまうと、こうナチが月の裏側から攻めてきて、うん、何しようとしたのかがよく分かんないですよねこれはあのいわゆるエイリアンではなくて、ナチっていう、まあまあ、同じ地球人が改めてこう地球を侵略しようとするときにどういうコンセプトだったのかっていうところが見えないから、ただの抽象的な設定にとどまっちゃったっていう、まあ、非常にもったいないなっていう、感じがして、でも日本公開時の日本の予告編もよくできてきて、ナチはエイリアンよりもちょっとハードに攻めてくるっていうそういうコピーだったの。いやいや、このちょっとハードにってなかなかいいですよね第二次大戦のリアルな、本当にリアルな戦争っていうものがもう一回ナチが月の裏側からやってくる形で始まった時に、一体どんなことが起こるんだろうっていう、なんかそこまで踏み込んで見せてくれたらすごい面白い映画になったんじゃないかなっていう、そういう映画でしたね、はい、うん、でその2012年にアイアンスカイで、その翌年ですかね、まあ、ほぼ同時期に作られたと思いますけども、フランケンシュタインザーミー、フランケンシュタインの軍隊って言って、これ日本語題名が武器人間です。武器ってあの、武器ね、うん、戦う武器、うん、武器人間ですけど、うん、これも、まあ、超低予算の自主映画なんですけど、自主映画っぽい映画なんですけど、これがですね、第二次世界大戦の末期で、
だから独ソ戦線なんですね舞台がね、うん、それで、ロシアの、ソ連のですね、一部隊がですねマッドサイエンティストに、と出会うわけですね。でそのマッドサイエンティストは要するに人間とか動物を改造してですねその、武器になるそういう異常な生き物を作ってるというそういう設定なんですね、うんうん、まあこれもまあ設定は割といいし作った人がね美術監督なんですよあの映画の、うん、だからこの人がだから映画作りたくて多分自分でもやってみようと思ったから、その出てくるあのクリーチャーですね、そういう怪物たちの造形はいいです。だからそれ、だけでも見る価値はあるかと思いますね、うん、あ不死の兵士みたいな、うん、もう自利品になった時に、うん、人造人間的なものを送り込んでくるっていう、うん、そういう発想の映画ですよね、うん、でそれでその人造人間つながりで言うと、うん、実は東宝のもうあの大昔の特撮怪獣映画で、うん、フランケンシュタイン対地底怪獣、そうですね本田大監督の、これは本当によくできてる映画なんですけども、うん、これ発端がナチが開発した人造人間、うん、これがなぜか心臓だけなんですけど、うん、これ心臓を、まあ、カプセルに入れて、うん、Uボートが、うん、異号潜水艦ですね日本の、うんうん、異号潜水艦とこう海上で遭遇して、うん、この人造人間の元をですね、うん、渡すんだよね。そうなんです、もらうんですよ、うん、日本は、うん、やっぱ科学力ではやっぱナチに勝てない、ナチに負けてるから、ね、でこの異号潜水艦が広しあの呉ね、うん、軍港の呉について、うん、で広島の病院に、うん、移送したところ、うん、原爆でやられてしまうっていう、うん、それでそのどういう理屈か分かりませんけれども、うん、原爆の焼け跡に、うん、なんか異様に体の大きい少年が一人で遊んでるのを見かけたみたいな、うん、ちょっと不気味なエピソードがあって、でこいつが巨大化して、うん、巨大化してっていうか多分普通に成長したら5、6メートルあったんでしょうね。そいつがフランケンシュタインとなって街を襲うっていう、うん、着ぐるみじゃなくて本当の人間が、うん、メイクでフランケンシュタインのような格好になって、うん、街を襲って回るっていう、うん、まあ、画期的な、特撮映画になって、うん、僕もだからでもこの、子供の時見た時にこの冒頭部には心躍りましたね、なんかね、うん、その U ボートでね、はい、運んできてっていうのはね、ちょっとおおと思いましたね。そうなんですよね、うん、ただね、ナチの時代を描いた映画と聞いて誰もが思いつくようなですね、うん、まあ、例えばビスコンティの、うん、地獄に落ちた勇者どもとかね、うん、戦場での悲劇を描いた炎628とかね、うん、まあ、そういう将軍たちの夜も、将軍たちの夜も、あとね、うん、まあ、ちょっとこれ変革ですよね、うんうん、ナチの将校の中に一人変態殺人鬼がいて、うん、これを追いかけるっていう追い詰めるっていう話ですけども、うん、こういうすごくちゃんとしたで、しかもこうナチの怖さをちゃんと描いてる映画っていうものが一方ではあるんだけど、オカルトに接近すればするほどこうくだらな度が上がっていってしまうのはなんでなんですかね。何かちょっとこうやって見ていくと、なんかナチのオカルトネタで本当にナチの怖さを描いた映画っていうのがなかなかないなってことに気づかされますね。うん、いやなかなか難しいでしょ、それ実現は難しいと思いますね。だからやはりだってオカルトってやっぱ抽象概念でもあるからね、だからそれを映像化する場合にどうしても植物的にやっちゃうとバカバカしくなっちゃうっていうところが、あるから、ナチのその、その精神のだから暗部というか、やっぱ僕たちと大きく関わってくるみたいなことを映画っていうのもその一部あるわけで、ベルイマンって言いますよね、イングマル・ベルイマンって、この人はまあ芸術映画の20世紀のまあ巨匠の一人でありますが、彼が作った映画ではあまり言及されないし、評価も聞くのかもしれないけど、蛇の卵っていうね、蛇 の卵っていう映画があって、これが77年ですけども、これは1923年のベルリンが舞台 でキャラダイン演じる主人公はですね、サーカス曲芸師なんですね。でしかもユダヤ人なんですね。でこの映画がね、そのナチ自体はまだ直接触れないんだけども、要するに恐ろしいこう医学実験をやってるっていう、そういう設定なんですよね。でそれにまあデビッド・キャラダインが巻き込まれちゃうって話なんですけども、でこれがね、蛇の卵っていうのは要するに、おそらくこれはナチが生まれるその元ってことなんですね。ここに
ナチが生まれる精神のがあったっていうな感じで、これはあの非常に私はあの高く評価してる映画なんですけどね、うんうんうん、だからそのナチを直接描くんじゃなくって、そのナチの精神の源流みたいなことを、うん、描くってことですね、うんうんうん、そういう意味で非常に感銘を受けましたけどね、はい、時代設定がだから戦艦機ですよね、うん、そう23年のベルリンですね、うん、でそうですね、20年代っていうことなんですよね、うんうんうん、でその先ほどね、蛇の卵が、うん、の時代がまあ戦艦機、うん、つまり戦艦機っていうのは第一次大戦と第二次大戦の間の、うん、まあ、戦況は主に20年代、うん、30年代ですけど、うん、この頃が、まあ、ドイツ映画の黄金期、まあ、特に1917年でしたっけ、カリガリ博士が、うんうん、そのものですかね、はい、まあ、つまりあのいわゆる表現主義の時代で、はい、世界の映画史に残る傑作を連発してた、ドイツ映画の黄金時代の中心にいたのが、うん、まあ、フリッツ・ラング、うん、ナチスを描いた本当に怖い映画ってないのかって言って、うん、いやいやフリッツ・ラングが撮ってるよっていう、うんうん、それはまあ、 アメリカに亡命してからですよね、うん、まあ有名どころで言うと、死刑執行人もまたシス、そうですね、はい、とかね、うん、それから、街頭と探検っていう、これはまあ冒険活劇みたいなやつですけど、うんうん、まあ、特に死刑執行人もまたシスっていうのは、うん、あれはチェコスロバキアかな、舞台がナチの占領地域ですよね、舞台で、そうですよね、うん、東ヨーロッパ占領地域の舞台で、まあ、これの、 あの冷酷なナチの支配者と、うん、まあ、レジスタンスで戦う人たちの、うん、サスペンス映画なんですけど、うん、あの、まあ、怪しい人間をね、ゲスタポがショッピーというのは尋問していくんだけど、うん、その尋問シーンとかの描き方がものすごい怖い、うん、大した暴力が振るってないのに、こうじわじわと真綿で首を絞めるように追い詰めてる感じが出てて、本当に、恐怖政治国家だったんだっていうね、うん、ことがあのこう伝わってくる、わけなんですけど、戦後ね、やっぱりあの亡命先からドイツに西ドイツに戻ってきたりして、うん、インタビューとか受けると、うんうん、反ナチのプロパガンダ映画を作ってた、私は反ナチだったっていうことを、まあ、まあね、国を代表するエリートとしてやっぱりそういうスタンスを取らざるを得ないんでしょうけども、実はあのラングの本懐はそのナチの怖さを描いてる時に、あの異様な磁力が生まれるのはやっぱりラング自身がナチの怖さに見られてるからだっていうふうに、そういう資質を持ってた人だから、あのナチの恐ろしさが描けたんじゃないのかなって、まあ、思うんですよね。ラングはあの、1933年、マブゼ博士の遺言を作ったら、うん、それが、白金、うん、上映禁止になっちゃって、うん、でドイツ本国では上映できなくなるわけですね、うんうん、で上映禁止になってからゲッペルスに呼ばれて、うん、あの映画は上映禁止したけど、うん、君こそ、うん、第三帝国の映画を作る男だ、うんうん、だから、映画界のトップになれというふうな提案を受けるわけですね、うんうんうん、でまあ、ラングによればそのゲッペルスだけなくてヒトラーも同意見だというふうに言ったわけですね、うんうん、はい、ラングはですね、でもあのゲッペルスさん、私の母親はユダヤ人ですけど、その辺はよろしいんでしょうかというふうに聞くと、うんうん、ゲッペルスはですね、これもラングが言ってるからラングしか証拠ないんだけど、ゲッペルスが言ったのは、いやそんなことはどうでもいいんだと、誰がアーリア人種かは我々、うん、ナチが決めるんだと、だから別に我々が、お前はユダヤ人じゃないと言えばもう OK なんだということで、でそれでまあラングによればですね、とも、そのやり取りの後も彼はもうこのゲッペルスと会ったらこの、ドイツからもう逃げていこうと、でもう、彼の話によればインタビュー終わった後もう、すぐ家に帰って現金と宝石を持って、パリ行きの、夜行列車に乗ったと、で二度とドイツに帰らなかったというそうな、そう語ってるわけですね、まあ、これは非常に有名な話なんですけどね、はい、うん、後に、フリッツ・ラングの当時の旅券パスポートが発見されて、いやいやあのなんかフランスとドイツ行ったり来たりしてるからバレてそんなサスペンスな状況じゃなかったよね、いやそのでもそこでラングがその申し出を断って逃げた、亡命したのは、あのお母さんがユダヤ系であるっていうこともちょこっと影響はしてるかもしれないんですけども、どうもやっぱりだんだんナチみたいなのが権力握って、で自分の、あのマブセの遺言を上映禁止にしたりすると、それはもうあのこう不穏であるからダメなんだってみたいな
感じでこう封殺していくっていうことそのものに対する非常な反発だったんじゃないかみたいな。そうですよね。まあ彼としたらね、うん、もっと映画自由に作れる場所を、うん、が欲しかった、うん、もちろんナチの申し出を受けたら、うん、巨額の予算が下りて、うん、空前絶後のね、うん、映画が作れたかもしれない、まあ、後にね、うん、レニー・リーフェンシュタールっていう女性の記録映画作家が医師の勝利っていう、うん、まあ、もう巨大な、まあ、ナチのページェントをね、うん、撮ったような映画撮りますけど、まあ、あれくらいのスケールのことを、もし引き受けてればやれちゃったと思うんですよね、うんうん、やれちゃったんだけど多分あんまり面白くないだろうなっていうね。これは作り手のなんかやっぱ娯楽映画っていうものを追求したい人のなんか直感のようなものが働いたんじゃないのかなっていうふうに、うん、とかまあ ラムとしてはどう考えたって人の言うことを聞きたくないってタイプの人ですよね、うん、ああまあそうですね、うん、そんな感じの人、うん、どう見てもね、うんうん、でも一方で権力好きそうじゃないですか。権力利用すれば何でもできるぞと思ったら言っちゃいそうな気もするんだけど、多分ねあんま面白くないぞっていう直感だったんじゃないかな、うん、ナチは一方で映画の、ね、重要性をすごく見抜いてて、でプロパガンダ映画、まあ、たくさん作るんですけど、うん、最初の頃こそあの、まあ、ユダヤ人なんてとんでもないですよっていうことを、うん、まあ強情的にいかにも型通りに観客にこう伝えようとする、うんうん、まあ、いわゆるなんかメッセージ映画ですよね、うん、まあ道徳の、まあ、悪い意味での道徳の教科書みたいな映画作ってたんだけど、うん、まあ、そこやっぱゲッペルス、宣伝省のゲッペルスは非常にあの頭がいい人で、うん、いやこんなん作っちゃダメなんだと、うん、こんなやつは観客が眠っちゃうよと、うん、最高のプロパガンダとは最高のエンターテインメントでなくてはいけないっていうことをカッパする人なんですよね、うん、でここでくらい頭のいい人が上にいたら、うん、こうで君あの金いくらでも使っていいから映画撮っていいよって言われたらこうフラフラっとね、うん、あの行きそうな気もするんだけど、うん、ナチに魅了されるようにしてナチの怖さが描けてしまう人だから、うん、これをナチの膝、あ、お膝元でやったらまずいなっていうか、それが俺は出ちゃうぞみたいなのもあったのかもしれないなって、うん、ちょっとうがった見方だけど、まあ、うがった高橋さんの妄想っぽい感じ、ね、妄想ですけどね、うん、ちょっと俺やっちゃ、うん、俺本気出しちゃうとやばいなっていうのがなんかね、うん、あったのかもしれない、うん、といってさね、なんかそれ我慢するの嫌だっていう、うん、それでゲッペルスの話になっちゃうけど、うん、もう本当に対戦負けですね、うん、もうすぐベルリン陥落するよっていう時に、うんうん、ゲッペルスはもう最後の予算かき集めて、うん、あのカール大帝だったかな、うん、ドイツの歴史上の英雄ですよね、はい、あの壮大なこう戦闘シーンがあるスペクタクル映画を、うん、これも確かカラーだけど撮ってて、うん、でまあその膨大なエキストラがいるんで、うん、ドイツ国防軍を、うん、あのそのエキストラ用にみんなあの鎧甲冑着せて、うん、こう動員するんですよね、うん、であのいやベルリン防衛に必要なんですよ。ゲッペルスがそんなことよりもこの映画を完成させるのが大事だって言って強引にあの国防軍をあのベルリンの防衛からこう引っ張り出して撮影現場に連れてくるっていうことをやってて、ちょっとねその話を聞いた時はね、それもなんかね NHK のドキュメンタリーがなんかでみんなシネケンの人たち見てて、あそこ感動したよねみたいな。感動ってちょっとねあのなんか映画の方が大事なんだっていう方向に行ってしまうゲッペルスはなかなかいいぞっていう。いやまあそれは危ないんだけど、まあ、でもまあそれぐらいまあ彼はその、うん、プロパガンダとしての映画っていうことはもうあれだったんだね、本気だったんだね、うん、本気だし、うん、なんかどっかで映画の核心掴んでるようなところがあって、うんうん、もう最後はもうプロパガンダもクソもない対策を自分のためだけに作るっていうところに行っちゃったっていうね。だから本当ラングが亡命しなかったら、うん、あの一蓮托生で心中だったかもしれないですね、うん、これね危なかったなっていう、感じもあるんですけれども、うん、それでまあラングがドイツから亡命するきっかけになった、はい、ちょっとマブゼの1922年ですね、はいはい、だから日本公開名がドクトルマブゼですね、はい、日本でも23年には公開されてますね、はい、うん、これはまあ4時間もあるね、4時間半4時間半か4時間半、まあ、第1部第2部には書いてますけど、うん、でなんか この対談のためにわざわざ 見返してくれたという、うんうん、そうそう、やっぱしね、あの久々に見ましたけど4時間半ですけども、ちょっとすごいですね、やっぱしね、あのテンションが、ね、高いですね、うん、
まあね、もう今の普通の映画監督の方は1時間半持てば十分だと思うんですけど、4時間半ですからね、でしかもサイレントですからね、音なしで4時間半持たす画面っていうのは何なんだというね、それが今から110年前、111年前か、すざまじい力ですね。あの現代はですね、ドクター・マブゼ・ダ・シュピーラーっていうんだけど、シュピーラーっていうのは英語で言ったらプレイヤーのことなんですね、あのプレイするのプレイヤー、ただこれはだから意味がこうドイツ語の意味で言うと3つぐらい重なってるわけで、1つはまあその賭博という、博打打ちっていう、だから賭博者マブゼ博士とかそういうふうに訳される場合もありますよね、それがまあまずあります、それからもう1つはマブゼ博士はしきりにこう変装をしてどんどんするわけですね、だからそういう意味で、演技者変装者としての意味があります、だから賭博者、それから演技変装者、それからさらにですね、これはもうセリフの中でも何回か出てきますけれども、つまり英語のプレイも一緒ですけども、プレイっていうのは、まあ、日本語のも似てるけど、もてあそぶって意味があるわけですね、つまり人の運命をもてあそぶ、あるいは人間の運命をもてあそぶ人という、そういうのだから3つの意味が重なってて、その、デイシュピーラーという名前がついてるわけですね、はい、で、まあ、映画自体ももちろんそういう形ですよね、はい、うん、まあ、あの原作ノルベルト・ジャックの、ね、原作小説があるんですけど、で、まあ、そこにもちろんマムセ出てきて、あの催眠術で賭博のね、あのルーレットとかカードギャンブルの、あの相手をこう催眠術で操って破産に追い込むとかね、そういう場面はあの原作にもあるんですけども、で変装の名人なんですけども、あの映画だと最初の方に出てくる、あの政府の機密文書かなんかを盗んで、それで株価を操ってあの大儲けをすると、はい、というシーンがありましたね、はい、ああいうのって多分映画のオリジナルなんですよ、原作にはない要素で、何かこう、まあ、よりそのなんていうの、プレイヤーっていうか、あの単なる金儲けじゃなくて、あ、そう、原作のマブゼって、なんか何、それこそ南米かどっかだったかな、に自分の 領地というか、思ってるわけ、巨大な農園みたいなのを経営してて、そこは自分の王国で、でもなんか戦争のせいで そこもこう廃れちゃって、第一次世界大戦のせいで、それでドイツに舞い戻ってきて、そこであの手この手でまた金を稼いで、悪事で金を稼いで、もう一回その自分の王国をあの蘇らせるっていう、そういう、まあすごい明確な涙ぐましい目的がある、なるほどね、悪党なんですけども、あの映画版サイレントのドクトル・マフゼはなんか物の見事にそのちゃんと目的意識のある悪党をですね、まあ、普通に理解できる悪党を、全くアナーキーな存在にしてしまったんですよね、そうです、完全にまあアナーキストですよね、そうですね、本当にあの金が目的であの株操作とかやってなくて、単に混乱を、混乱を呼び込むことを、まあ、目論んでるみたいな、人というふうに捕まえる、あそこですごい大転換が、まあ、やっぱ起きてるなっていうふうに思いますね、そこはやっぱりあのフリッツ・ラングとあと、まあ、あの奥さんのテア・フォン・ハルボっていうね、二人で作った脚本の力っていうのがすごい大きいんだろうなっていうふうに、と思うんですけども、この時にでも人心操作っていうテーマは、まあ、後のマブゼモノを貫くテーマは、まあ、出てきてるんですよね、催眠術という形で、そうですね、だから、でマブゼっていうのはだからその、いろいろ紛争して変装していろんな人物になるんだけど、精神分析が一つのその一つであり、でまたもう一つがその、舞台でその催眠術ショーをやってる人であり、だから要するに科学医学として人間の心を操ると同時に芸能としても人間の心を操るという形で、だからそういう意味で本当にもう人間の運命を操ることをにもう没頭してるとか、やってるわけですね、まあ、最後はね、あの定番通り追い詰められて、まあ、銃撃戦の果てに逃げてっていうのがあるんですけども、まあ、あの関係に追い詰められるんですけど、研究者の話によると、この部分は、あの第一次大戦、に敗北してすぐぐらいでしたっけ、スパルクスーダン、カール・リープクネヒトとローザ・ルクセンブルグの、まあ、革命を起こそうとして、で銃撃戦になるんですね、市街でね、あの時の記憶が生々しく反映されてるんじゃないかっていう、そういう意見もあるわけですね、意見もあって、まあ、
あのだからラングってその社会性を取り込みたいわけじゃなくて、うん、アクチュアルなものを入れたいっていう、うん、だ当時の人にとっては極めてあの生々しいリアルだったもの、うん、紫外線っていうものをね。ただまああれ、うん、ラストのとこだけどあれほら普通だったら警察なんだけどが出てくるだけなんだけど、あれは軍隊が出てくるんですよね、うん、そうそうそう、だから要するにもう警察では手に負えないその軍隊だっていう、はい、でそれで一方マムゼの方はですね自分はそのシュタート要するに国家だっていうんですね、そうステートで そこが ね重要なんです、うん、だから、うん、あの私は国家だと、うん、要するに国家の内部にある国家で、うん、私はその外部の国家と戦ってるんだというわけ で軍隊だから軍隊が出てくる必然性があるわけですよね。そうなんですよ、うん、最後に、マムゼが追い詰められて、うん、まあ、うん、意外にナイーブなことに、うん、自分が殺してきた人たちの、うん、亡霊見るんだね、亡霊を見てしまって追い詰められて、うん、で警官隊が発見した時には、うん、こう自分が作ったこう偽札をこうやって、うん、バーってこう飛び散らしながら、うん、もう正気を失っていた、もう、うん、あの尋常の人間ではなくなっていた、うん、っていう、ことが結末で、うん、でこの精神に異常をきたしてしまったおかげで、しかしこの続編である、うん、遺言が、マムゼ博士の遺言が生まれる、うんうん、ただ ね、 あのねそれで思い出したけどね、あのラングとフリードキンのインタビューでラングが言ってるところによるとね、うん、あのゲペレスはね君 の、 あの第一作の、マムゼ良かったと、うん、ただしね、うん、あのラストはいかんと、うん、ラストはねやっぱそういうふうにあの、終わるんじゃなくってですね、うん、あのもう、やっぱし、関係の手によって徹底的にね、うん、殺されてる、はいはい、殺害で終わるべきだったという、と言ってた。でだからそれだったら要するに国家の安寧は守られるという、うん、そういうことだったでしょうね、ゲペレス側からすると ね、それは中途半端だというふうにゲペレスは言ってたわけなんですね。やっぱり そういうの話を聞くとね、ちょっとこいつつまんねえなって思いますよねこいつとはやれねえなみたいな感じになっちゃったんじゃないかなってはい、でそれでそれがあったおかげでマムゼ博士の遺言が出てくるわけですね、はい、うん、これがだから、まあ、高橋さんを虜にしたいからですね、はい、これは、今度犯罪を繰り返しているのはマムゼ博士その人ではなくて、うん、マムゼ博士その人はもう、うん、精神異常になって、うん、病室に閉じ込められている、うん、でその治療に当たっている精神科医のバウム博士っていう人が、うん、こう病室でこう書き散らした異常なこうメモをですね、マムゼが書き出した、うん、まあ、そこにその犯罪の支配っていう重要なこう文言が、うん、まあ、含まれてるんですけども、うん、それを、まあ、あくまで治療者研究者として読んでたら、うん、取り憑かれてしまう、うん、そして彼がメモに書かれたのと、うん、そっくりそのまま、うん、犯罪を実行に移し始めると、うん、ね、捜査する側からすればまるでマムゼが、うん、マムゼ博士はそのまま病室で正気を失ったまま息を引き取ってしまうんですけども、マムゼ死んだのかって、ね、追ってる警察側もびっくりするんだけど、うん、なのにまだ犯罪は続くっていう、一体何が起きてるんだと、マムゼの亡霊が徘徊してるのかみたいな、状況になっていくっていうところで、この、治療に当たってる人がこのメモを通してマムゼに憑依されてしまう、うん、っていうこの物語構造、うん、これがものすごく重要だったんだなっていう、うん、これはまあ大発明ですね、はい、そうだ、概念が主人公なんだね、実はね、そうなんですね、そこはすごい大事なんだね、うん、まあ、フリッツ・ラングは戦後になって西ドイツに帰国して、うん、で もう一度ね、うん、あのこのマムゼシリーズ、うん、まあ、自分が始めたこのマムゼシリーズの3作目、うん、これが日本の公開タイトルはまたこう怪人マムゼ博士でややこしいんですけど、ややこしい、まあ現代はマムゼ博士の千の目っていう、うん、そうですね、千の目っていうのが言い表しているのは、あの実はその舞台となるルクソールホテルっていう 超高級ホテルがあるんですけど、だからそれはナチ時代に作られた設定なんだよね。そうですね、うん、ナチ時代に外交、うん、あの海外から外国、うん、外国の使節団とか外交官を止めて、うんうんうん、止める、まあ、あのビップ待遇のホテルなんだけど、うん、そこに、まあ、北朝鮮のようにですね、うん、監視装置が全部張り巡らされてて、それが千の目なんだよね。そうですね、うん、あの全部盗撮監視されてると、うん、でそこのでいろいろスキャンダルとかも全部そこで見抜いてですね、うん、見抜いて、それを、まあ、外交上有利に運ぼうみたいな、うん、そういう目論みで、うん、戦争末期に建てられた、そのホテルを受け継いで、マブゼの意思を引き継いだ人、マブゼその人はもちろん
死んでる設定で、うんうん、もう33年に死んでるという設定で、うんうん、その、マブゼの存在に、まあ、見入られてしまった男が、うん、その計画を引き継いでいるということなんですね、うんうん、最初はね、最初はもちろんやっぱりマブゼは生きてるのかみたいに、うん、警察側は思うんだけど、まあ、もちろん死んでると、うん、で、まあ、ちょっとでもこの悪感ちょっとちょっとなんかスケールちっちゃいですね。まあ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 ね、まあ、やっぱりね、それはね、もう戦後の西ドイツ映画は、まあ、戦前の黄金期から見ればガタガタに、そう、なんかちょっとスケールが小さい、悪人のスケールも小さくてね、それで、うん、あれなんですよね、さっきちょっと言い忘れたんですけど、ナチのオカルトネタで、うん、ヒトラーも、うん、何者かに取り憑かれていたんではないか説みたいなのも、うんうん、これもオカルトネタであるんですよね、うんうん、で通常はまあ分かりやすく悪魔っていうことがあるんでしょうけど、うんうん、あの1922年にドクトル・マブゼが公開されて、うんうん、多分映画好きなヒトラーもゲッペルスも見てると、うん、とします、うん、で23年にミュンヘン一揆やらかして失敗して、うんうん、ヒトラーは獄中にの人になって、うんうん、でそこであの我が闘争を書いてると口述筆記始めるんですよね。口述筆記始めるんですよね。これちょっとあの こうやって メモが始まったらこうすごいんだけど、そうじゃなくて口述筆記なんですけど、でこれで我が闘争を書いて、その膨大なあの我が闘争が、なんか党員に一家に一冊ですか、うん、っていうぐらいそのメモが出回るわけですよね。それってなんかあの同じことやってないかっていう、マブゼと同じことやってるな、フィクションのマブゼが現実のヒトラーと重なってくるわけですね、そうですね、まあ本当に、ね、ヒトラーみたいな人が何で登場したのかっていうその羊の謎みたいなことも、うん、それよくわからないわけですから、映画のせいって考えたらなんか面白いなって言えるかなと思います。はい、当時ね、うん、あのまだシネケンの時に、うんうん、まあ僕自身としては、うん、もうマブゼ映画に見入られすぎて、うん、この世界観を受け継いだ、うん、まあ、言ってみれば勝手な続編ですよね、うん、まあ、ラングが作った、シリーズを受け継いで、まあ、勝手な続編として、うん、夜は千の目を持つっていう、うんうん、映画を撮ったんですけど、うん、高橋さんの映画その最初に見せた時にあのもう、うん、見た瞬間もう始まってあの数分ぐらいで、うん、これは監督が自分をマブゼと思ってるに違いないと、うん、でこんなことを思う変な人が世の中にいるのかというのが僕の感想ですね、うん、ちょっと驚きました、はい、犯罪の嵐が吹き荒れていた。警察の懸命な捜査の結果、これら一連の事件の背後には共通の犯人像が浮かび上がった。犯人は驚くべきことに催眠術を用いていたのだ。この映画は世間が固唾を飲んで見守っていたそうした事件の一部を描いている。立ち上げました。で今その制作予算を絶賛、ご支援を、求めている、ところであります、まだちょっと足んないんでこれを見てる皆さん少しでもねあのマブゼ映画を、見たいなと、思っていただいたら
ご支援よろしくお願いいたします、はい。うん、あとはじゃああれですね、どれだけ高橋さんがマブザイになりきれるかという、はい、そこが一番難しいところですね。そうそう、難しい。これやっぱり無意識のね産物ですからね。そう意識してはで意識でもちろんそこは大事なところですね、うん、はい。ということで今日は伊能先生わざわざ来ていただきましてありがとうございました。いや、ありがとうございました、はい。で今後のオカルト研究のご予定はということを、まあ、オカルトエンタメ大学的にはねぜひ伺いたいところなんですけど、どうでしょう。あ、そうかそうか、それでは、それもまた宣伝になっちゃうけど、オカルト界では有名でムーの黒幕として知られるですね、武田数元さんという方がおられるんですけども、多分視聴者の方でも知っている方は多いかと思いますけども、武田数元さんと、私のですね対談本がですねこの夏か秋には出ます。今鋭意制作中です。これは数年がかりで作ったんでこんな分厚い本で、はいはい、霊的最前線に立てオカルトアンダーグラウンド前史というそういうすごいタイトルなので、はい、やっぱ霊的ってつくんですよね。そうです、はい、最前線に立てしかもびっくりマークがつく強調でつくのでどうぞご期待ください。また機会ありましたらぜひお越し願えればと思います、はい。それでは、また次の授業でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。